フリーステッチの桑原です。今日はフリーステッチのイベントを盛り上げていただいているドクトーレナーさんにお話を聞いてみたいと思います。ドッグスクール森島の森島さんです。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。お座りください。はい、ダン。森島さんはドッグトレーナーの専門学校を卒業後、訓練所でのさらなる勉強とドッグカフェにてしつけ相談を経験、その後トレーナーを志す専門学生の指導を経て、現在はトレーナーとして家庭犬のしつけ、アジリティ指導を中心に活動されています。それでは早速ですが、最初の質問に移らせていただきます。はい、まずはじめに唐突な質問なのですが、自分自身を犬で例えるとどんな犬種でどんな性格だと思いますか？はい、これ事前に資料いただいてて、いきなりこの質問でとっても一番悩んだ質問なんですけれども、まずちょっとこの質問に対して、疑問に思ったのことが、本当にその犬の犬種と性格って、イコールなんだろうかっていうところに少し疑問に感じました。僕も確かにその、レトリーバー系がボールを持ってきやすいとか、有効的だとか、テリアがちょっと攻撃的な気質があるとか、そういうことは、もちろん理解はしてるんですけれども、自分がその犬のしつけとかトレーニングを行う中で、あまりその犬種はこの犬種はこういう性格っていうふうにカテゴライズしてしまうと、変なこうちょっと偏見が入ってしまうのがちょっと、怖いなって思ってるところがあって、あまりそこを意識しないで、トレーニングしてきたところもあって、なのでかなり悩みました。でその犬の性格ってもちろん犬種とかその血統とかっていうのも、当然あるんですけれども、7、8割は生活環境で決まってくるのかなと、決まってきてるんですね。だからその辺も踏まえて考えないとなとか、自分の頭でぐるぐる考えたんですけれども、それを考えると僕の性格は、どちらかというとちょっと内気なタイプで、ある程度自分のその見知った中では自分を出せるというか、そういうような性格なんですね。なので、そういう生活環境、僕みたいなそういう性格になるような、生活環境っていうのはどういう変われ方をした犬なのかなって考えた時に、まずちょっと犬種は置いといて考えた時に、あまり都会では飼われてないだろうなっていうのがまず一点。なんでかっていうと、都会に飼われてるといろんな人とか犬とかたくさん会うことが多いと思うので、自然と犬の社会化が行われてフレンドリーな性格になりやすい傾向があるんじゃないかなと思います。なので、田舎に飼われてて、あまりそういう他の犬とは社会化期に接してないような犬、そういう犬がこういうフリーステッチさんのオフ会にポンと連れてこられると、家では普通にこう自分を出せるんだけど、外に出るとあんまりこう出せないと、そういうような性格になるんじゃないかなと思います。でそういうような飼われ方をすると僕みたいな犬になって、犬種っていうところで言うと、体格面とかで、ジャックラッセルテリアなのかなと。筋肉が僕つきやすいので、テリア系はかなり筋肉がつきやすいし、
体もそんなにジャック・ラッセルは大きくないので、ジャック・ラッセル・テリアがそういうような飼い方をされると僕のような性格になるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。はい、次の質問に移らせていただきます。はい、森島さんはドッグトレーニングを学んでいく中でどのようなきっかけや魅力を感じてアジリティの指導を行おうと思ったのですか？専門学校の2年生の時に競技会の手伝いに行きまして、そこで、まあ、その前からアジリティっていう競技のことは知ってはいたんですけれども、そこで初めて実際に、犬とオーナーさんが、アジリティをやっているところを見て、その犬の俊敏性や能力そのコンマ何秒のうちに、飼い主さんをの、指示を読み取って障害物をクリアしていくっていうところが、すごいなと思って、そうですね、最初はプレイヤーをやってみたいなっていうところから、プレイヤーをやっていくうちに、指導をするようになったというような感じです。ありがとうございます。次の質問なんですが、はい、それぞれの個性がある飼い主様、ワンちゃんのペアをご指導されてこれだと思うのですが、はい、森島さんはアジリティの指導をする際どのようなことに気をつけていらっしゃいますか？はい、アジリティは、大会に出るとなると、結局競技なので、どっちが1位でどっちが2位でっていう順位をつけるものなんですね。なんですけれども、僕が気をつけているのは、そこでその大会に出て、もちろんその飼い主さんがオーナーさんが、大会に出て結果を出したいというような、ご要望があればもちろんそれに全力で応えていくんですけれども、基本的にはアジリティっていうものをツールとして、それを通して、飼い主さんと犬がアジリティをやる前よりもより良い関係になれればいいなということを一番大切に考えてます。なので、本当はこういうトレーニングした方が犬のスピードガンガン上がるよなっていうトレーニング方法があるけど、それをあまりこの子にやりすぎちゃうとちょっと興奮しすぎちゃって違う問題が出てきそうだと、それよりもこの子とこの飼い主さんとの関係性を考えるとこういうトレーニングをした方がいいんじゃないかなっていう選択肢に迫られた場合は、まあこっちの関係性が良くなる方を取るようにしています。ありがとうございます。はい、ワンちゃんの気持ちも重視した指導されています。そうですね、そうですね、ワンちゃんのそうですね気持ち、そこもそうなんですけれども、どんどん多分アジリティをやっていくうちにアジリティを犬がね好きになっていくんですよね。最初あんまり興味なかった犬もハードル飛んだら餌もらえるとか、そういう条件付けが行われることで、なんかとっても面白かったのが、ずっとトレーニングしている柴犬がいるんですけれども、柴犬の女の子がいるんですけれども、まあ、全然最初はあんまりそんなアジリティなんてっていう感じだったんですが、障害物やったら餌がもらえるっていうことを本当にひたすら地道にやってったら、その子はアジリティをやることとご褒美が密接に結びついたので、あのパブロフの犬のようにコース走ってる最中こうだんだんご褒美欲しいからつってよだれ垂らしていくんですよね。なんでそういうふうにこうあまり興味がない子でもトレーニング次第でアジリティに興味を持っていくんですね。でそれをそのまま伸ばしていけば、いいなっていうペアと、ちょっとそれは行き過ぎちゃってるよなっていうのは
犬の気持ちとしてはもしかしたら興奮のままにやりたいっていうことがなのかもしれないんだけど、アジリティじゃなくても犬のしつけとか、犬が人間社会で生きていく上ではある程度この人間のこのルールの中で生活しなさいっていうことを教えるわけじゃないですか、はい、なので、そこから枠はみ出しちゃったらダメよっていうことなので、アジリティでもその枠のもう好きすぎて枠からはみ出しちゃう子はいて、犬の気持ちとしてはもっともっとやりたい、でもそれを伸ばしすぎるとハードルいっぱい落ちちゃうとか、言うこと聞かなくなっちゃうってなった時には、もしかしたら犬の気持ちは優先しない場合もあるかもあります、はいはい、ありがとうございます。ちょっと難しいです、はい、ありがとうございます。次に、アジリティはスポーツ、家庭犬はマナーを教えているようにも思いますが、はい、アジリティトレーニングと家庭犬のしつけの共通点はあるのでしょうか。あ、共通点だらけだと思います、さっきも言った通り、基本的にはその犬の人間の社会で、ルールを守るために、人間の社会のルールを犬に教えるっていうことがしつけだし、アジリティもルールがあってハードルを落としちゃいけません。なんかシーソーとかで色が変わっ先端部分が色が変わってるんですけど、そこは踏まなきゃいけませんとかいうルールがあるので、そのルールを、犬に教えるというところでは、共通点だらけだし、極論言えば、とってもいい子、人間が思うとってもいい子だねっていう犬は、極論言えば究極に我慢強い子だと思うんですね。何されても怒らない。人間社会のルールを犬に押し付けているので、犬にとっては理不尽なことがたくさんなんですけど、だってなんか不審な人がいたら吠えたいし、自分の身の危険が迫ったら噛みつきたいんだけど、それをしてしまったら良くないわけじゃないですか。っていうルールがたくさんある中で、ストレスの中で犬は生活してるわけなんですけれども、そこを我慢強い犬にしていくことが、人間フィルターを通して見るといい子だねって見えると思うんですね。そういうアジリティでもしつけでも、スタートで待てないとか、でも待てって言われたからすんごいハードル飛びたいけど待つっていうのは、結局は我慢ができるかどうかじゃないですか。だからアジリティでも我慢強い子っていう子は、とっても成績をがよく残せる子で、共通点はたくさんあると思います。ありがとうございます。最後の質問なんですが、はい、アジリティはどのような性格のワンちゃんでも行うことが可能なのでしょうか、はい、現在アジリティに興味を持っている方は何から始めればいいのでしょうか。はい、どんな子でもできると思います。大会に出るとか出ないとか、もっと言うと世界大会に行きたいとか、全く出ないとか、ただアジリティを楽しみたいとか、そういうそれぞれの、ペアにおいて目標はそれぞれだと思うんですけれども、実際オーナーさんがそこに行きたいと思ってもなかなか、そこには行けないような、ペアも確かにいることは事実なんですけれども、だからといってそれがアジリティができないっていうことではなくて、どこを目指すかっていうことを考えなければどんな子でもアジリティはできます。やっておいた方がいいことは、さっきも言った通り、とにかく我慢強く待てが、
まず第一にできると犬を待たせてその飼い主さんと待っている犬の間に何かしらの障害物を置いておいでができればその障害物をクリアさせることができるのでまず待てとおいでが、しっかりできるとアジリティのトレーニングにもとっても役に立ちます。ありがとうございます。はい、以上で質問は終わりです。森島さんのことをもっと知りたいという方はご紹介ページも見てみてください。これからも一緒にイベントを盛り上げていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。